速報ですいよいよ岸田首相が追い詰められました昨日衆議院の補選で自民党が3連敗立憲民主党が3連勝といったような結果になりましたまあ、これによって岸田首相自民党政権が追い詰められて実は解散ができなくなってしまうんではないかというふうに言われておりますそんな中 岸田首相が唯一解散できると言ったようなシナリオを見つけましたので、そこでお話したいと思います。かなり前の資料になります。そこを確認することで、岸田首相の解散できるシナリオというものが見えてきましたので、お話したいというふうに思います。岸田首相、それでも解散しますの シナリオとは、特別定額給付金の2回目いつからということで、給付金の最新情報についてお話しさせていただきたいと思います。まず最初に、それでも解散しますといったようなところについて、その理由、そのシナリオについてお話しさせていただきたいと思います。この動画は個人の方でご覧になっていただいている方が多いと思います。給付金 この特別定額給付金の2回目っていうのはまだあるかないかっていうのは分かってないんですけれども給付金の情報が出たらすぐに知りたいという方あるいは給付金の申請が始まったらすぐに申請してできるだけ早く給付されたいという方あるいは給付金は確実に給付完了させたいというふうに思ってらっしゃる方がご覧になっていただいているパターンがほとんどだと思います新しい給付金に関する情報が出ましたらすぐに動画でお話しさせていただいてますので新しい情報が出たら すぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それでは早速いきたいと思います。それでも解散しますのシナリオということで、まずかなり前になりますが、小泉首相の優勢解散というものを振り返ってみたいと思います。 必要ないといとう判断を下したわけであります私は今年の通常国会冒頭におきましても施政方針演説優勢民営化の必要性を説いてまいりましたそして今国会でこの優勢民営化法を成立させると。 ままいりましたしかし残念ながらこのまま引き決され廃案となりました国会の結論が優勢民営化必要ないという判断を下された私は本当に国民の皆さんがこの優勢民営化必要ないのか国民の皆さんに聞いてみてください 今回の解散は優勢解散であります優勢民営化に賛成してくれるのか反対するのかこれをはっきりと国民の皆様に問いたいと思います私4年前の自民党総裁選挙の意見自民党を変える変わらなければぶっ壊すと言ったんです その変えるという趣旨は今までどうか郵政民営化に反対してまいりましたなぜ民間にできることは民間にといならこの郵政産事業だけは民営化してはならないと私はこれ不思議でなりません郵便局の仕事は本当に公民でなくてはできないのか国でなくてはできないのか私はそう思いませんでした 郵便局の仕事は民間の経営者に任せても十分できるむしろ民間人によってこの郵便局のサービスを展開していただければ今よりももっと多様なサービスが展開できる国民の利便を向上させる国民と必要とする職なりサービスを展開してくれるとそう思っておりますいまだにその主張に考え方に 変わりはありません。はい、というわけで。これは。小泉首相の。郵政解散。の際の。会見。伝説的な。会見です。郵政民営化に。賛成か。反対か。民意を問うと。いった。この伝説的な。この。会見。の。 動画資料になります、まあ、この政府の,コース政府の広報オンラインというところでご覧になっていただくことができるので、これまたあのリンクを概要欄に貼っておきますので、そちらからご覧になっていただければと思います。岸田首相は今まさにもう追い詰められて、まあ、昨日の衆議院の補選によって3連敗、立憲民主党が3連勝、自民党3連敗と、候補者すら立てられない、そういった小選挙区もできて 結局3連敗ということでまさに万事休す。追い詰められてしまったといったような状況です。まあもはやもう解散すらできないといったような状況だというふうにも言われています。岸田首相は今までこの6月の解散っていうのを狙っているというふうに言われていました。その6月解散をすることで、まあ自民党大敗という結果になって、まあそこに与党入りした国民民主党とともに この特別定額給付金10万円の2回目のような給付金を実現していくというふうなことをお話しさせていただいてきましたがまさにこの解散が行われないというふうになるのであればこの10万円給付といったようなものも遠ざかるといったようなことになってきますただこの小泉、小泉純一郎総理大臣がやったような優勢解散の のような、まあ、国民の任意に応えると言ったような形での解散であれば、唯一、岸田首相に解散というふうな形を取らせることができる、まあ、そういった解散になるんじゃないかなというふうに思っています。今の状態では、まあ、裏金で自民党が支持率を失い、そして今、このように、ま、3連敗したと言ったような状況、まあ、この中で、 まあ、いくら、この6月に減税スタートと、あるいは、この通常国会の中で、え裏金問題に対応した政治資金規正法の改正を行うということがあったとしても、まあ、決して、支持率が上向くということは、なかなか考えにくいと言ったようなことがあります。なので、なかなか解散できないといったようなことになりますが、先ほど言ったような、この、小泉政権のような、優勢解散といったような、民意を味方につけたような解散であれば、可能性があるんじゃないかな。 いうふうに思っています。で、そのシナリオについては、この、まあ、動画の後半の方でお話させていただきたいと思います。それを C プランというふうに呼びたいと思います。今までお話ししてきた A プラン、そして新たな B プラン、そしてさらには今日お話しするこの C プランというものをお話したいというふうに思います。早速いきたいと思います。まずは A プランですね。今までお話ししてきた中で、まあ、もともと、まあ、 シナリオとしてよく言われていたこのプランです。でまず一番最初に特別定額給付金ってそもそもなんだっけというところなんですけれどもこれはコロナ禍にあった全国民を対象に1人10万円を給付しますといったような給付金のことですで。その2回目って何ということなんですけれども今国民の生活は非常に苦しいといったような声があります。 コロナ禍のように苦しいので、ぜひこの2回目をやってくださいという声を国民が上げているということですね。で、そういった状態であるにもかかわらず、岸田首相はコロナ禍のような国難の事態でないとやらないというふうに言っています。いやいや、国民としてはコロナ禍と同じぐらい、いや、それ以上に苦しいですよといったような実感がありますというところですね。 この特別定額給付金の1回目っていうのは実は国民の声を受けて実現しました。もともと1世帯30万円という案で閣議決定したんですけれども世論調査、国民の声を受けて公明党がその声を拾って自民党に提案をして一度自民党が決めたこの閣議決定というものを組み替えて1人10万円で決定したといったような経緯があります。この時は公明党だけでなくて 自民党の若手の議連であったりとかあるいは国民民主党といったようなところも、まあ、この与党あるいはこの政府に対してこの10万円給付やりましょうということをまあ進言してきたというところですね。まあ、そういった声を受けて実現したというのが特別定額給付金の1回目ということです。さあ今10万円給付を政策にしている党はどういったところがあるんでしょうかと。 まあ残念ながら自民党であるとか公明党はこの10万円給付を政策にしてはいません。今政策にしている党としては国民民主党、インフレ手当として10万円給付するというふうに言っています。あるいは令和新選組。令和新選組は春夏秋冬、まあ、四半期に1回、いわゆる3ヶ月に1回、1年に4回10万円、合計1年間で40万円給付するといったようなことを政策にしています。その財源もありますというふうに言っています。 ただ、今のところ国民民主党も、令和新選組も、野党に留まるということがありますので、なかなかこの政策を実現していく。10万円給付を実現していくということでは難しいといったような状況です。さあ、その、野党であるというところを覆して、大逆転で、まあ、給付になると。いったようなシナリオについて、今からお話したいというふうに思います。もともと国民の声としては、 今ももうコロナよよりり苦しいといとったような声がありますそれは物価が上がって給料は上がっていないといったような現状があるからですまあ今スーパーに行けば物の値段が2割3割上がっているというのはこれも当たり前になってきました物によっては5割上がっているものもありますそして給料は上がっていないといやいや新聞とかを見るとベア5%といったような文字が踊ってますよという声も聞かれるかもしれませんがそれはあくまで大企業に限ったことです 我々一般的な国民の大半が勤める中小企業といったようなところにおいてはなかなか給料が上がってないというものが実態ですと。であるにもかかわらずまあコロナ禍のようなまあそういった時点でないと休憩はやりませんというふうに言ってるので、まあ、国民はめちゃくちゃ低い支持率を示しているといったような状況です。コロナ禍っていうのは例えば旅行に関するようなお仕事ですとか外食に関するようなお仕事。 あるいは交通に関するようなお仕事。まあそういったお仕事は非常に苦しかったと思います。それはもう外出制限とかありましたので苦しかったと。ただ、この一般的な我々国民に関してはコロナ禍でももしかしたら苦しいと。コロナ禍は物価が上がって給料上がらないとかそういうことはなかったので、まあ今物価が上がって給料上がってないと。今の方が苦しいですよというふうな実感があるということですね。ただ、岸田首相はこういった国民の声を無視することはできない。 そういった現状があります。なぜかというと岸田首相は首相で続けるためには、まあ衆議院の解散が必要になってくるというところがあるからです。実は今年の9月に自民党の総裁選があります。そしてその1年後には衆議院の任期が来るので、まあここまでにまあ国会衆議院は解散されるといったような形になります。で、この1年後に衆議院の選挙があるのに。 今年の9月に自民党総裁でこのめちゃくちゃ低い支持率の岸田首相を再選させる自民党の総裁として再選させるということはまあ考えないはずです。自民党の衆議院議員としては当然岸田首相を変えるということを考えるはずです。そこで岸田首相としてはこのまま自民党総裁選を迎えてしまったのではまあ変えられてしまうので落選してしまうということになるので そこまでに衆議院の解散をしてまあ議席を大きく減らすかもしれませんがなんとか過半数を確保して政権与党で居続けることができたということで国民の信を得ましたというシナリオを持って自民党の総裁として再選させてもらうというところを目論んでいますとさあ岸田首相としてはどのタイミングを狙っているんでしょうかということです。 ま、一説には、この政治資金規正法を、ま、この通常国会、今回の国会、6月までの通常国会の中で、政治資金規正法を行うというふうに岸田首相は明言しているので、ま、その後に解散するのではというふうに言われています。この6月というのは、実は昨年の末に決めた、1人4万円の減税がスタートするタイミングでもあります。その減税がスタートして、そして政治資金規正法の改正を行って、 まあ自民党の支持率を少し上げたところで解散するのではないかということが言われています衆議院の解散はいつかということで野党の議員がいろいろと確認を入れていますと探りを入れてますとれい新選組の山本代表はいつ辞めるんですかいつ解散しますかそしてもう一度いつ解散しますかということで再三質問をしました岸田首相は 今は考えていないというふうに答えています立憲民主党の辻元議員総理4月に一か八かの裏金解散考えてるんじゃないですかと聞いたところ今は全く考えてないということですねちょっとニュアンスが違うの分かりますでしょうかいつやめるんですかいつ解散するんですかってことに関しては今は考えてないということですねただ4月解散考えてるんじゃないですかっていう質問に対しては全く考えてないということですちょっとニュアンスが違いますね 全く考えていないわけではないけれども4月に関してはやらないよと。なるほど。ということで6月の解散が見えてくるという状況です。さあ、岸田内閣の最新の支持率です。4月の頭、4月の5日から8日に行った時事通信ですねが行った世論調査によるとなんと岸田内閣は16%ということでなんと10%台の支持率になっていると。 ような状況です普通であれば、この低支持率、岸田首相、もう退陣するということも考えられるんじゃないかと思うんですけれども、岸田首相は諦めていないというところがあります。それは何かというと、去年の6月、この通常国会が終わるタイミングで、マスコミから、解散については考えてますかというふうに聞かれて、まあ、状況によって判断すると。 いうふうに答えているということがあります。岸田首相はいつでも解散は狙っているが、今までなかなかタイミング悪く解散できずに来たというところですね。ただ、この9月の総裁選が迫り、いよいよ期限が迫ってきたので、どこかで解散する。その中でベストのタイミングで解散するということを考えています。それがこの6月だということですね。政治資金規正法の改正を行って減税をスタートするというタイミングです。 こんなので支持率上がるんですかという話なんですが、実はこの特別定額給付金の1回目、実はこのコロナ禍ですね、安倍首相、安倍内閣の政権でしたと。で、この1回目の特別定額給付金が行われる前の4月ですね、4月の安倍首相、安倍内閣の支持率ということでは、 実は今の岸田首相と同じくめちゃくちゃ低く23%でしたというところですね。仕方ないですね。やっぱりコロナ禍だったんでなかなか対応が難しいということがありました。国民が苦しいというものはやはりこの内閣のせいになる。これはもう当然の流れなので安倍内閣もいろいろ手は尽くしていたというところはあるんでしょうけれども23%というめちゃくちゃ低い支持率でしたと。それが この一人10万円の給付を行った後、この5月に世論調査を行ったところ、なんと38%ということで、20%ぐらいだったのが40%ぐらいに約倍に倍増したというところがあります。そこを岸田首相は狙っているという形ですね。減税4万円スタートというところは、まあ一人4万円なので、一家族で言うと、まあ、 お父様、お母様がいて、お子さん2人のご家族の場合、例えばですね、は、まあ、奥様がもし働いている場合、合計で14万円の減税ということになります。そうなると、岸田首相は、この1人10万円とは言わないまでも、それに近いような、まあ、減税、あるいは給付金、いわゆる国民への還元ということになれば、まあ、この支持率もかなりアップするんじゃないかということを目論んでいます。 ただ国民はめちゃくちゃ怒ってますとこの裏金問題だったりとかあるいは他の施策に対しての不満というものがありますのでさすがに今回もし選挙に挑んでも自民党大敗といったような形になるということが予想されますまあ、そして過半数割れということでまあ、政権を維持できなくなるということになりますただ自民党としては何とかこの政権を維持するということで ま、自民党、公明党以外の、まあ、そういった政党を与党に入れて、3党以上の連立政権ということで、なんとか政権を保っていくということも予想がされます。そうなると、自民党、公明党に近い政党ということになると、まあ、国民民主党といったようなところが割と近い政党になります。例えば、えー、維新であるとか、 あるいは立憲民主党というところは、さすがに自民党と近くないので、なかなか難しいということになります。国民民主党が自民党と、まあ、与党入りということで何か調整されているとか、そういうような話もありました。あるいは政策によっては協議したりということが、まあ、すでにありますので、国民民主党が与党入りするということは可能性としてはありえますと。でただ、自民党も公明党ももし、この選挙で大きく議席を減らすと。 いうことになればそれぞれ代表をそのまま首相として押すということはなかなかできずにこの国民民主党がもしそして議席を少し増やすということになれば国民民主党は国民の信を得たということで国民民主党の代表玉木代表が押されて首相になるという可能性もあるというところですね。国民民主党ピンととた方もいると思いる思ますすそうです先ほど 言ったこの10万円給付を政政策策にししていいる党党のののうち一つですす国民民主党の政策おさらいします10万円給付というところに加えて消費税減税も政策にしています。これは昨年の11月にも参議院に消費税減税法案というものを提出しているとおり国民民主党の政策の柱のうちの一つであります。10万円給付と消費税減税が柱ということですね。 この給付金の動画を出させていただくと、まあ、この消費税減税もぜひやってくれというふうなコメントをたくさんいただくことが多いです。それは何かというと、消費税の負担が大きいというふうな声があります。まあ何か物を買うということについて毎回かかってくるのが消費税なので、その負担が大きいよというふうな声ですね。まあそれがなくなれば、まあ経済的影響も持続するのでぜひやってほしいという声だったりとか、あるいはその毎回かかってくる そういった税金がなくなるのであれば消費の刺激にもなって経済がより回る経験が良くなるといったような声もありますとさあ国民民主党に聞いてみたということでもし玉木代表が首相になるということがあったらきちんとこの政策やっていきますかということを聞いてみましたこのシナリオで玉木代表が首相になるってことはあると思いますその場合国民民主党の政策10万円給付とか あるいいいは消費税減税減ちゃんとととやりまますかということで国民民主党の本部に聞いてみました玉木代表はいらっしゃらなかったんで本部の方に伺ったんですけれども、まあ、衆議院選挙に向けてブラッシュアップしていく可能性はあるけれどもこの柱の政策っていうのはブレる可能性は低いと思うとなるほどとじゃあもし玉木代表が首相になるということがあればちゃんと10万円給付あるいは消費税減税実行というところで動くんですねと。 いうお声が聞くことができました。なるほどと。信じますよ、国民民主党と。いうことで、まあ、ぜひ、この国民民主党が代表になって、この10万円を給付という形で実現してもらいたいと思うんですが、すべては衆議院選挙にかかっているということで、なかなか選挙で一発でこの自民党を転覆させるということがなかなか難しいと。 ような状況がありま,すまあそれははっきり言って自民党が全国津々浦々の小選挙区できちんと勝ってきているというところにありますまあこの比例区でたくさん議席を取っているっていうわけじゃなくて全国のつつの小選挙区ででかなりたくさん勝ってきてきいいるというのが自民党ですその自民党を覆すっていうのがなかなか難しいとそれは小選挙区で勝っているからと。 いうことですね、小選挙区制度の闇ということで書かせていただきましたまず1つ目結局地元推しに入れてしまうということがありますこれは何かっていうと例えばそれぞれ全国の各地で、まあ、押されているのが小選挙区の議員ですね例えばここ千葉県の船橋市でいうと、えー、千葉4区だったりとか、まあ、新しくできた千葉14区というのがあるんですけどもここは 野田さん野田元総理、立憲民主党の野田元総理の地盤ですね。で、野田元総理というのはかなり地元でも人気があって、得票率もめちゃくちゃ高いというところであります。仮に、まあ、今立憲、あの野田さんは立憲民主党なんですけども、仮に自由民主党の議員であったと、そしてさらに裏金をやってたと、今回、裏金やってましたと、まあ、もしなった場合でも、地元の人気もめちゃくちゃ高いですと。で 野田さんがもし政治資金パーティーやったらたくさんパーティー券売れただろうなと。で、当然バッグもたくさんあって、そしてそれを自民党の慣習で裏金としてキックバックもらってましたとなった場合に、野田さんが悪いわけじゃないしなと、自民党の慣習でやってたんでしょうというふうに、この地元の我々が判断して、もしかしたら野田さんにまた票を入れてしまう可能性があると。 いうことですね。で、この千葉県、この千葉4区、千葉、えー、14区でめちゃくちゃ人気がある、この野田さんだから言えるっていうことじゃおそらくないと思うんですね。全国津々浦々のその小選挙区で、それぞれの地域の、それぞれの地域の人の思い入れある議員っていうのが当選して、小選挙区でまあ国会に来ているということだと思うので、野田さんだけ多分特別っていうことじゃないと思うんですね。各地域で 各議員に思い入れがあると思います。なので、もしかしたら、まあ今回自民党にいたりとか、あるいは裏金やってますということだとしても、もしかして再選させてしまうという可能性もあるんじゃないかなというふうに思ってます。まあ野田さんといえばですね、まあ人格がとても素晴らしい方なので、例えば今回自民党で裏金やってましたとなれば、まあ、今回の選挙は辞退しますと言ったようにおっしゃるかもしれません。ただ、 もし選挙に出た、もし実際に出たとしても、まあ、野田さんに入れてしまうっていう人はたくさんいるんじゃないかなというふうに思います。まあ、これ仮の話なんで、実際に野田さんは立憲民主党ですし、当然裏金全く関係ないんですけども、まあ、そういった結局、地元推しに入れてしまうっていうものがあったりとかします。それからその流れでいうと、与党アドバンテージっていうのもあります。この与党アドバンテージっていうのは、例えば、地元の小選挙区で推した議員が、例えば自民党の議員だった場合。 自民党が今回政権交代さされてしまうというところまでもし想像できないのであればまあ自民党に入れると自民党の議員に入れてしまうということですねそれは地元の議員は地元で当選する衆議院議員はぜひ与党であってほしいと与党の議員が地元にいた方が地元にとっていい政策をしてくれるんじゃないかと いうふうに思いがちというところがあったりとかします。まあ、実、あるいは実際に、え、地元にとって、まあ、いい政策をしてくれたりとか、おそらくすると思うので、まあ、そういった意味で、与党アドバンテージ。地元の小選挙区は、与党の議員であってほしいという、そういった力が働くということですね。それから、擁立されてない選挙区がある。これは、自分が推したい候補がいたとしても、その候補の あごめんなさい。自分がおっしゃる政党があったとしても、その政党の候補が自分の小選挙区で立候補してないといったようなことです。これはちょっと前で言うと、えー、例えば維新とかがすごい、まあ10年ぐらい前にすごい人気があった時に、まあ大阪とか関西とかですごい人気があったんですけれども、まあ全国的に例えば世論調査すると結構高い確率で維新を支持しますというような声もあったと思うんですけれども、ただ維新の まあ議員が全国で擁立されてない立候補してないということで、まあ、比例区でしか入れられないと地元の小選挙区には維新の議員がいないとか、まあ、そういうことがあったと思いますその維新,政維新旋風が吹いた時に、まあ、そういった維新の議員がいなかったというような形で、まあ、今人気の政党であっても擁立されてない選挙区がある場合はなかなかまあ全国的に大量に議席をかあの獲得しにくいと。 いうものがあったりします自民党は全国津々浦々にまあ立候補させているので、まあ、そういった中で人気があるような政党であってもなかなかまあ全国に擁立してないと議席を大量には伸ばしにくいというものがあったりしますそれから野党共闘っていうのがちょっとそもそも論理が破綻しているということで、えー、思ってますこれは何かっていうと自民党でないとするならば、まあ、野党のどの党かわからないけれども まあ我々で協議して決めたその政党の候補に入れてねとそれ以外の候補はまあ立候補しなかったりとかしますよっていうことだと思うんですけどもそれはそもそもそれぞれの政党ですとかあるいはその議員の政策についてえ納得してそして投票するというのがそもそも選挙なのでそのどの政党かわからないけれども我々が決めたところに入れてねっていう自民党じゃないんであればそっちの党の誰かに入れてねってね。 我々ががが決めるるからっってていいいううののはそもそもも論理が破綻ししというのがあったりしますとなのでこれはちょっと野党を反省しなきゃいけないところっていうのはあるかもしれません。まあ、ただ今回ちょっとまあこの補選でもですねまあ選挙区によってはこの野党共闘のようなことをしてまあうまくえ当選してきたと自民党の議員に勝ったというところもあったりするのでこの野党共闘っていうのが必ずしもうまくいかないっていうわけ ではないんですけれどもなかなかこれだと全国的に自民党に政権交代させるようなところまではなかなか行きにくいんじゃないかなっていうふうに思ってますというところがありますじゃあどうすればいいかということで比例で絶対どこかに入れるっていうのはありますねこれさっき言った、まあ、あの例えば立憲民主党の野田さんこの地元の野田さんで言えば、まあ、野田さんはいいなと思って小選挙区の野田さんに入れますとでただ比例は仮にですね 立憲民主党じゃないなというふうに思っても必ずどこかの党には入れるっていうことですね。で、白票にしてしまうと、まあ、自民党の議員が当選する確率が上がってしまうので、まあ、この例えば立憲民主党じゃないなとこの千葉4区千葉14区で思ったとしてもまあそのどこかの党には必ず入れると白票にしないということですね。まあ、それによって自民党以外の議員が当選する確率が増えるというところがありますと。さあ。 衆議院の解散に向けて準備着々と進むということで、まあ岸田首相は4月22日、まあ先週の頭に、まあ今国会で政治資金規正法の改正をしますというふうに、まあ、えー、断言していますと。で、そして4月22日に、なんとこのタイミングで財務省が中小企業もベースアップ、63%の中小企業がベースアップしてますといったような資料を出してきました。 まあどのように調査したのかわからないんですがこの中小企業も3社に2社がベースアップしているっていうのはもうかなり我々の実感からずれてますというところがあります。ほというのが我々一般的な国民の実感なのでちょっとこの資料は疑問符がつくんですけれども財務省がこのタイミングでこの中小企業もベア63%と。 いいううこことととでで出してきてきますというところですろねさあ衆議院選挙いざ今行うということになればどのような結果になるかというところを予想していました自民党は先ほどから言っているように260議席のうち小選挙区190という形でかなり小選挙区で勝ってきているというものがありますそして比例区は70議席合わせて260議席というものがあります その自民党の議席のうち、この裏金の議席、190議席のうち、裏金議員の50、そしてそれ以外の140というものに分けました。小選挙区190のうち、裏金議員50の議席を、なんとか5割負けさせるということで25席減らす。そして、この140議席、地元をしに結局入れるっていうことがあったとしても、なんとか2割負けさせて112議席という形。そして、 自民党の最新の支持率23%というものを比例区にそのまま入れて40議席になると予想しました合わせて177議席ということで83議席減といったような結果になりましたこれは週刊文春が出した与党の議席減の数と全く一致したという状況ですねそれからまあ自公の公の方ですね公明党ですけれども公明党はまああの ちょっと注意なんですけれども、この今回の裏金、自民党の裏金といったようなところとは何にも関係ないので、まあ、公明党はもしかしたらそのまま議席残してくるんじゃないかなというふうに思います。そもそも比例区は強いです。まあ、バックに組織がいるので、その組織票によって大きく支えられて、比例区も同じだけ当選、あるいは小選挙区もそれぞれのその地域でガチガチに強い候補が勝ってきているので、 まあ意外と公明党は議席減らさないで残すんじゃないかなというふうに予想をしましたと。合計で209議席ということで、まあ大きく与党で議席を減らして、大きく過半数割れといったような形を予想しています。さあ、与党入りがもしかしたら期待される。自民党大敗で過半数割れ、そして与党入り、連立入りですね。 政権入りといいいううのののが予想されててる国民民主党の本気度というものを確認ししみました前回は21名立候補させて11名が当選ということでかなり高い確率で当選をしています。今回はどれぐらい立候補しますかということで確認したところ今ホームページに25名載ってますと。で、現職に7名いますと。合わせて30数名の立候補ですかということで聞いたところいやいやもっとこれ以上に 地方の議員とかあるいは他にこの推薦したい人もまだまだいますということで最終的には40名を大きく超えるような形で立候補させたいというふうに思ってますというお話でしたなるほどと国民民主党本気ですねということでもしこの前回と同じような当選率あるいは今現職7名もいますのでもしかしたら30名に迫るぐらい結構当選してきたんじゃないかなと。 国民民主党、最近人気もありますので、まあもしかしたら当選してくるかもな、ということで予想をしてます。そうなると、この209名と合わせて、与党入りといったような形で、過半数確保ということで、この10万円の2回目といったようなもの、10万円給付の給付金といったようなものを実現してくれるんじゃないかなというふうにも思います。さあ、岸田首相、また大雨処分で、 国民の支持率をさらに下げるようなことになっているというところについてお伝えしたいと思います。岸田首相は令和4年の6月に開催した岸田首相自身の政治資金パーティーに新たな疑惑というものがぶち上がりました。でそれによって有名な大学教授、あるいは広島のこの岸田首相の地元ですね、お膝元のその広島の市民団体と,市民団体といったところにも告発をされていると。 広島地検は、この岸田首相の政治資金パーティーの疑惑について、まあ、その告発ですね、それを受理しているかどうかというところについてはまだ明かしていませんと。ただ、岸田首相自身にも新たな疑惑がぶち上がったというところがあります。さらには、この裏金議員85人に対する激ヤマな処分ですね。39人だけ処分しますと。その処分の前には、非公認か、あるいはそれ以上もやると。 いうことも言っていました。さらには、岸田総理自身は処分の対象外ということで、全くお咎がめなしということで、ふざけるなという声が上がっています。まあ、最新の世論調査、JNN が行った最新の世論調査では、岸田総理も処分を受けるべきだという声が61%に上っているという形です。この世論調査があった翌日か、あるいは翌々日に、 ま、テレビの朝のニュース番組でやっていた、この岸田総理も処分を受けるべきだということに関する、ま、臨時のアンケート、あの、テレビのリモコンでできるやつですね。そのアンケートで、ま、即席でアンケートを取ったところ90、90%を超える人が岸田首相も処分を受けるべきだという方に投票してました。あるいはもしかしたら、それが本当の今の岸田首相の支持率ということであるかもしれませんと。つまり、 岸田首相は頑張って解散を行いますということがあったとしても大敗過半数割れという形になりそしてこの国民民主党が与党入りしてそしてこの10万円給付あるいは減税消費税減税ですねというものを実現していくといったようなシナリオについてお話しさせていただきましたこれが A プランですで最近はこの A プランよりも さらに自民党がもっと大敗するといったような B プランというものについての可能性の方が高いと言われるまでになってきました。その B プランについて続けてお話したいと思います。6月解散自民党大敗、そして政権交代給付金の給付が早まるということで、まあ今までは この自民党が大敗しても過半数を少し割れるといったような形で、先ほど言ったように国民民主党のような政党が一党加わって、そして、まあ、給付金を実現していくというようなシナリオがあるんじゃないかなということをお話ししてきたんですけども、いやいやいや、そんなことないですよと、もう考えられないぐらい大敗しますということが最近は予想されています。それは何かというと、4月の11日にあった、この文春報道ですね。 この4月11日の文春法によって、まあもう自民党が圧倒的に大敗すると。もう過半数を圧倒的に割れ、あの割ってですね、自民党がもう完全に野党になるという前提で考えられるような報道がされましたと。で、そこ以来、さらには、えー、先週ですね、週刊現代の方でも同じレベルで、まあ、自民党が大敗すると。 言ったようなことが言われました。これ、どちらの調査に関しても、まあ、かなり緻密に立てた予想で、もう自民党が、まあ、圧倒的に大敗するということで、どこかの政党を加えて、与党、まあ、いわゆる政権を維持するということじゃなくて、もう、野党の大連立、今野党の大連立で政権を、まあ、作っていくということで、自民党は野党になるという前提で、今は、 考えられるようになってます。もうすでに野党同士で牽制が始まったりとか、あるいは自民党に対する国会での質疑で野党がそこまで自民党を詰めないっていうことまで起きてます。それ何かっていうと、まあ将来的に野党がもし政権を担った時に、このブーメランで自分たちにその言葉が返ってくるっていう可能性があるので、自民党もあんまり詰めないっていうことですね。まあそういったことまで もう国会で起き始めているというふうな状態です。で、今、自民党と公明党であんなに議席多いのに、なんならもう300議席に迫るような勢いがあるのに、なんでそんな1回の選挙で変わるんですかということがあります。ただ、いろいろな調査をしていくと、まあ、この週刊文春もそうですし、週刊現代にしても、まあ、自民党が大敗して野党になるということが予想されています。 で、なんでこんな急に変わるかっていうところなんですけども、まあ、それはインターネットが普及したというところがとにかく大きいというところですね。で、今、高齢者にもスマホを見てもらえるようになったというところがあると思います。まあ、3年とか5年ぐらい前から高齢者もスマホを見るといったような形になってきました。それから、高齢者も YouTube を見るというふうなことになったのが、まあ、ここ2、3年じゃないかなというふうに実感ではありますと。で、さらには、 政治家が YouTube とかを使ってめちゃくちゃ発信するようになったっていうのがここ1年。まあもっと言うとここ1年でめちゃくちゃ増えたというところがあります。NHK 党の立花党首とかが、まあこの YouTube とかをめちゃくちゃうまく活用して、まあすごくこの政党の知名度、その政策の浸透度を上げたということがあります。まあ中には例えばガーシー議員といったような議員まで当選していると。 言ったような、ま、現実がありますので、政治家が、これ YouTube いいぞという形でめちゃくちゃ配信していると。言ったようなことで、ま、国民全体が、その政策は行き渡るというスピードがめちゃくちゃアップしたことで、この政権交代のスピードがアップしたと。この政党いいぞっていうこともそうですし、自民党もダメだぞということも、この伝わり方がめちゃくちゃ早くなっていると。 まあ、テレビであるとか雑誌であるとか、あるいはそういった手段が限られるということだけではなくて、あるいはちょっとまあえー、報道機関の恣意的なものによって、まあ、伝わり方が変わるというものに比べて、どの政党、どの候補も、まあ、自由に発信することができる。そしてそれを瞬時に見ることができるといったような状態になったことで、このガラッと一気に変わるということが可能になったというところがあります。さあ、 週刊文春が近い未来の現実を見せたということで、この4月11日の文春報道後に、かなりもう世の中の風潮が変わってきました。とにかく政権交代あるぞというふうな流れになってきています。で、この週刊文春のこの4月11日の衆議院の議席の予想というもの以前にも、実は報道がポツポツはありました。 で週刊文春ももちろん週刊誌なんですけれども、まあ、週刊誌のなんか大雑把な予想であるとかあるいは夕刊タブロイド誌ですね、えー、そういったところでの、まあ、衆議院の議席予想っていうのは出てたんですけれども、まあ、こういった形で大々的にしかもこの緻密に立てた予想というものでそして自民党を大敗するぞとひっくり返るぞという予想を立てたこの週刊文春の記事がとても衝撃的だったというところですね。 まあ今言ったように次の衆議院の予想っていうのはほとんど今までなかったというところがあります。まあこれから、まあこの間補選が行われたということもありますし、たくさん出てくると思います。おそらく自民党の大敗という予想がこれから続いていくということになると思います。この文春の予想っていうのはさらに全選挙区で予想を立てているというところがあります。この小選挙区289というところに対しても全部予想をしているということですね。で、その中で その予想が緻密っていうふうに書いたんですけれども、細かい103の激戦区、まあ勝敗が分からないであろうこの103の激戦区については、有力候補の講演会まで現地取材に行ってるというところがあります。さらに今この2021年の衆議院選挙、あるいは2022年の参議院選挙の得票数から予想していて、さらに政党のシリーズの変化とか、そういうところからまあ導き出した現在のトレンドこういった、まあこれ以上は無理ですと。 いうところを根拠にして緻密に予想を立てていると。それが4月11日の文春の記事だというところですね。その中で出した緻密な予想ということでの自民党大敗というところなので、もう政界あるいは世の中が、いやこれも自民党政権交代するわという流れで動いているというところです。どれぐらい大敗するのと自公で過半数割れして、 野党の大連立が可能なぐらい大負けする。大幅に過半数を割れると言ったような状況ですと。今まで政権交代まではないよと思われていたんですけれども、いや、これはあるぞと。政権交代がある前提で動き出したということですね。4月22日の週刊現代の追撃法に関しても、同じレベルの大敗を予想しているということですね。まさに、 週刊文春が自民党をぶっ壊すということになっています。まあもしこの野党の大連立ということになれば、この全国民10万円給付っていうのは、実はその野党の政党がバラバラになるから、たくさんになるので、なかなか連携が難しいんじゃないですか、実現が難しいんじゃないですかというふうにも思えるんですが、そもそも野党の政策っていうのは、この国民に還元する、まあ給付金だったりとか、 ベーシックインカムとか、そういった国民に還元をする給付金を出すということについての政策を柱にしている政党が結構多いというところがあります。国民民主党は先ほどから言っているように10万円の給付ということを政策にしています。れいわ新選組も春夏秋冬、まあ、10万円給付、まあ、年間で40万円出すということで言っています。それから維新に至っては、ベーシックインカムってことで、毎月6万とか10万円をもうこれ基本的に給付しますというふうなことも言っています。 立憲民主党も一世帯3万円を給付するということで政策にしています。つまり、野党で実現する方が、先ほどお話した A プランの自民党公明党に、まあ一緒になって国民民主党が連立りして実現するというものよりも、先ほどから繰り返しお話しているように、とにかく国民に還元するということを政策にしているので、実現しやすいと。野党と連立を組んだ方が実現しやすいと。だような。 形ですね。で、もし、ここで、岸田首相が6月解散をしないと、起こること。さらに自民党の支持率が下がる。もう当然予想できますよね。そして、もし、この9月の自民党総裁選で、えー、まあ、代表を変えますと。岸田首相がもし変わるということになって、まあ、自民党の総裁が変わったということになったとしても、もしかしたら、 支持率全然上がらないということも予想されますと。今まではご主義相場じゃないですけれども、まあ、自民党の総裁が変わった時っていうのは、ちょっと支持率が上がると。いうのがまあ一般的でした。ただ、支持率が上がらない。新しい首相になっても自民党の支持率が上がらないということになると、当然解散ができませんので、さらに自民党が解散できないというところがずるずると伸びていくところに、あのずるずると伸びていくと。 ということになります。そうすると、野党の準備っていうのが進むということがあります。今まで自民党は各地域に、先ほどお話したように小選挙区で、かなり当選している候補がいるので、議員がいるので、まあ、いきなり選挙っていうふうになっても、そもそも地元で、まあそもそも議員活動をしているわけですから、まあ新しく選挙を迎えますというふうになっても選挙しやすかったというところがあります。それに比べて、野党は なかなかその全国に小選挙区で勝ってるってわけじゃないので、まあ新たに準備をして候補を立ててやっていくと。現職が、あの、そういった選挙に挑むということじゃないので、なかなか苦しかったんですけども、野党の準備がどんどん進んでいくということになります。解散できずにずるずるいくということになれば、もうそろそろ選挙あるということは野党もわかっているので、さすがに準備をし始めますし、その準備の期間がどんどん伸びていくということなので、まあ自民党にとってさらに苦しいと。 野党にとっては有利になってくるという状況ですね。で、もし自民党の総裁が変わっても解散できないということになれば、自民党の離党ドミノというところまで起きるんじゃないかというふうに思ってます。なんでかというと、自民党でいたんでは支持率どんどん下がっているし、再選できない可能性が高いですよね。衆議院議員っていうのは、選挙で落ちれば、ただの人、あるいはただの人以下というふうにもよく言われたりとかします。 つまり選挙で浮かなければ何もできなくなってしまうので当然自民党にいてもし選挙で落ちるということが予想されるのであれば離党していくと自民党離党ドミノというものまで起きるんじゃないかなというふうに思ってますますます,ます政権交代の可能性が高まるというところですねさあこれが B プランですもともとお話ししていた ま、自民党がとにかく選挙、ま、岸田首相が衆議院の解散をして、ま、選挙に挑み、そして自民党が大敗して、先ほど言った A プランだと、ま、ちょっと過半数を割るぐらいで、第3党が連立入りします。これが A プラン。B プランとしては、大敗して、野党の大連立が実現して、そしてこの10万円を実現していくという可能性があるという話しました。どちらも自民党にとっては苦しい選挙になると。 いうことです。で、そうなると、あ、じゃあもう選挙すんのやめたということで、選挙しないという手段も考えられるんですが、先ほど言ったように、選挙をしないとどんどん苦しくなるということがあります。より苦しくなっていくということですね。いよいよ万事休すかということも予想できるんですが、ここに C プラン。先ほど、まあ、この動画の冒頭でお話しした 小泉の、小泉首相の優勢解散のような解散というものが新たなプランで可能性としては上がってくるというところですね。その C プランについてお話ししたいというふうに思います。つまり、一般的なこの解散というのはもうちょっと行えないと。今このままの解散というものではもうちょっと 解散できないといったような状況まで来てしまったので、もうここで岸田首相は小泉首相のやったようなまあ郵政解散というものを行うしかないんではないかなということを予想させていただきました。先ほど冒頭の小泉首相の動画でも見ていただきました郵政解散。もう岸田首相には 裏金解散しか残されていないと。いうことで、C プラン、第三のプランというものに関してお話しさせていただきたいと思います。というか、もうこのプランしかないと思います。岸田首相には。普通に解散したんでは、まあ、過半数を割ってしまうというところであります。どちらにしても、まあ、政権与党でいられなくなるか、あるいは、他の政党を加えて、まあ、政権を維持すると。 言ったぐらいの大敗になるということが予想されているのでもう解散できませんよといったような状況にあると思います解散できない状況なんだけれども解散しないとさらに支持率悪くなって1年後の衆議院の、まあえー、まあ要は、えー、期末が来るので衆議院の、えーまあ、期限が来るので、まあ、そこまでに解散しなきゃいけないっていうのはあってさらに議席を減らしてしまうということがありますなので 何とか選挙に勝つ方法はないかということで考えていると思いますが、私が気づいた、この何十年、何十年、何十年ですね、の前にもなるような、20年ぐらい前ですね、の中にあった小泉純一郎首相の伝説の冒頭に見ていただいた優勢解散のああいった会見にもあるような この優勢解散と、小泉劇場とも言われました。優勢民営化に賛成か反対か民意を問うというような、こういった解散の仕方しかないんじゃないかなというふうに思っています。つまり、この小泉首相がやった解散っていうのは、優勢に賛成、優勢民営化に賛成か反対か民意を問うと。 いう形で解散をしましたと。で、これは自民党の中で造反する議員が出たことで、まあ解散をするということをやったんですけれども、これどっちに入れたとしても、結局自民党の議席は伸びるだけなので、はっきり言って自民党からしたら、まあどっちでもよかったと。まあ万々歳ですよね。自民党をぶっ壊すと言いながら自民党の議席をめちゃくちゃ伸ばすというような、 まあある意味演劇のような、そういった、まあ、寸劇ですよね。本当に。まあそういった解散だったということですね。で、順を追って説明します。普通に今衆議院の解散総選挙やったんでは、まあ当然自民党を大敗して政権交代してしまう。これ罰ですよね。ダメですよね。でそして解散せずに自民党総裁選っていうふうになったら、まあ岸田首相としては、まあ普通に落選して首相交代になります。まあこれも岸田首相はちょっと予想できないと。 で、岸田首相に残されている解散としては、あ、方法としては、もうこの裏金解散しかないと。で、裏金解散というものを説明する前に、この小泉首相の、えー、解散について説明すると、郵政民営化をかけて衆議院を解散したと。まあ、造反した議員、これ、その前に参議院の、まあ、この、えー、決議でですね、この郵政民営化について、増反した自民党の議員がいたんですね。で、 その自民党の議員を非公認として、まあ、この衆議院の解散を行って、衆議院の選挙を迎えたと。非公認とするだけじゃなくて、その選挙区に資格を送ったんですね。対抗馬を立てて、まあ、もちろん自民党なんですけども、対抗馬を立てて選挙をしたと。結果、圧勝して優勢民営化法案が可決されたと。いうところですね。 首相は小泉純一郎。今は岸田首相ですね。そして、優政解散というふうに言われて、選挙結果は296人、300人近い議員がそのまま当選してきたという形です。選挙の戦い方としては、優政民営化反対した議員を非公認として、資格も送ったということですね。で、ここで小泉チルドレンという言葉も生まれました。まあ、これは一期生ですね。 元々衆議院の国会議員じゃなかった人たちをなんと83人も当選させてしまったということですね。杉村太蔵さんとか有名ですよね。この小泉チルドレンとして、まあ地方議員だったり、あるいはちょっと政治に関わるような、まあ、市民団体の方だったりとか、まあしたっていうところはあると思うんですけども、いずれにしても国会議員でなかった83人の新人を 衆議院議員として当選させたということですね。まあ、いかに民意が大切かっていうことですね。それまでの政治の実績とか、そういったことではなくて、とにかく民意としては、優勢、民営化というものがあったということです。自民の現職の議員を破って当選してきているわけですから、当然とにかく民意がとにかく大事だと。 いうことがこれでわかりますと。まあ、構図としては、自民党 VS 増反した自民党の議員と野党と。野党も優勢民営化に反対をしましたというところがあります。なので、自民党 VS 自民党増反議員と野党ということになったんですが、自民党をぶっ壊すと言いながら結局自民党にみんな投票していったということで、 この議席数をなんと300も獲得したということですね。ここで岸田首相に提案ですと。とにかく民意っていうのが大事なんですよ、選挙はと。他の議員の、まあいろいろ顔、顔色を伺っても結局議席は取れませんと。で、まあ他のどのメディアも言ってないんですが、まあ、私の提案としては、ぜひ民意を問う解散をしてはどうでしょうかと。 いうこの C プランです。ここまで派閥を解体したりとか、あるいは裏金議員を処分したりとか、まあそれなりにやってきたと思うんですよね。だったら岸田さんと、ここでもう全部吐き出して、民意、民意に沿った政策、民意に沿った解散を行うというのはいかがでしょうか。名付けて裏金解散ということですね。まあ、えー、まあ、裏金解散って多分自分で言えないでしょうから、 まあ、いわゆる政治資金解散と。いうことで、政治資金改革をするっていう解散だと。いうふうに位置づけて、この衆議院の会期終了の6月というところで解散してはいかがでしょうか。というところですね。そういった民意をもし取ることができれば、この優勢解散の小泉首相ですね。あったように260人といったような議員もある程度確保して、することができるんじゃないかなと。 いいう,うに思います今裏金問題に対応する政治資金規正法の改正を行うというふうに言っていますであるならばそんな生ぬるいような今自民党案が出てきてまあ生ぬるい結局議員は責任問われないような形になる可能性も結構高いじゃないかっていうふうな声がありますそんな生ぬるいものじゃなくてもっと厳しくきちんと議員も ちゃんと処罰される。なんなら刑事罰問われます。というものにしていく。ということ。つまり、政治資金パーティー、裏金作れません。と言ったようなものであるとか、あるいは政党交付金とか、あるいは政策活動費、あるいは旧文通費。まあ、こういった政治資金に関するものを、まるっときちんと改革します。というような法案を出す。ということで、 解散をする。民意を取る解散をする。ということではいかがでしょうか。実は、この、裏金の、裏金に対応した政治資金規正法の改正案というものを出したときに、まあ、野党からいろいろ言われたんですけども、野党の議員の中、自民党だけじゃなくて野党の議員の中にも、この、裏金作りを全くできなくなるような、まあ、そういった改正については、 えー、実はよく思ってない議員もいるはずです。野党の議員の中にも、まあえー、不明瞭な出どころであるとか、まあ、不明瞭な使い方をしているような議員もたくさんいるはずです。で我々国民としてはそういったところまで野党与党に限らずもうそういった政治家の方、まあ、議員がそういった裏金とか不明瞭な使い方っていうことができないようにする法案っていうのを 望んでいますと。で、あるならば岸田首相と。もうそういった裏金づくりをできないようにすると言ったような法案を作っていくということで、裏金解散すると。いうことではいかがでしょうか。それであれば、民意は岸田首相の見方をします。あるいは野党すら反対してくるかもしれません。もちろん自民党の中にも造反して、 当然、その、そのレベルの政治資金の、え改革をすると。言ったような法案であれば、まあ、賛同できないと。言ったような議員も出てくるはずです。そうなれば、小泉純一郎のこの優勢解散と同じ構図になります。自民党 VS 自民党野党と。造反した自民党議員と野党、反対する野党に対抗場を立てて選挙に挑むと。 いう形になれば、政治資金改革に賛成か反対か民意を問うという解散になって、岸田首相が晴れて、この自民党の議員ということで、岸田チルドレン大量に当選という形になって、政権を維持するということにもなる可能性があるんじゃないかというふうに思ってます。 おそらく私の見立てでは、もう岸田首相にはこの手しか残されていません。岸田首相、ぜひこのプランで民意を問うという形で民意に沿った政策を出して、まあ、解散するというところに挑んでいただければなというふうに思います。給付金に関する動画、新しい情報が出ましたらまた動画でお話しさせていただきます。あるいはこういった まあ、この政治とか新しいニュースが出ましたら同じように動画でお話しさせていただきますので、新しい情報が出たらすぐに知りたいという方はぜひチャンネル登録をしていただければというふうに思います。それから今日お話した A プラン、B プラン、そして今お話した C プランについてのご意見、もう賛成あるいは反対だけでも構いませんので、ぜひご意見を入れていただければと思います。この休憩に関する動画っていうのは、もうたくさん再生していただいてます。で、このゴールデンウィークもたくさん 再生していただいてます。で、たくさん再生していただいて、コメントもたくさんいただいてます。ということは、おそらく、政治家の方とか、もしかしたら岸田首相とか、自民党の方も、政治家の方、たくさん見ていただいているというふうに思います。なので、もう、ぜひ賛成とか反対とか一言だけでも構いませんので、ご意見、入れていただければと思います。我々の国民の声を、ぜひ届けたいというふうに思ってますので、よろしくお願いします。最後まで、ご覧になっていただきまして、ありがとうございました。